はい、どうもこんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いいたします。それではファイナルファンタジー10続きやっていこうと思います。ゴフキス、またるラジオフシアエモ。何言ってるかわかりませんなんかとりあえず仕事しろっていうことなんで行きたいと思います。あ、そうだ、スフィア版の使い方。キャラクターはスフィア版にスフィアをセットすることで能力が成長していきます。スフィア版の使い方を見てみましょう。これ見なきゃいけないのかスフィア版に入ると、はい、ちょっとスフィア版の説明があったんですけれども、まあここは飛ばしたいと思います。まあ使い方としてはスフィアっていうのが、まあレベルみたいなもので、まあ、レベルを上げることによってこういろいろ移動することができるという感じですね。で、こういうマス目で励ますを覚えますとか、防御力を1アップしますとか、攻撃を1アップしますとか、いろいろ、アビリティを覚えたり能力を上げたりすることができるのがスフィア版ですね。っていうかすげえ変わってるあの難しいにして、初めて難しいでやってるんですけど、うわマジか、全然違うね。スフィア版の盤面を見た感じ、まあこんな感じですごい大きく盤面があるんだけども、前の普通のスフィア版の場合はティーダはあの素早さ特化とか、あとアーロンのいたところは攻撃特化とかいろんな特徴があったんですけど、見た感じ特徴が特にないっぽいので、まあどのルート行ってもいいよっていうような感じですかね。例えばティーだってどっちかっつうとこう剣で切るようなタイプなのに、まあ魔法ルートに走ったり回復魔法ばっかり覚えたり攻撃魔法ばっかり覚えたりっていうルートに行ったりすることができるっぽいですね、見た感じ。ただまあ普通のスフィア版と同じようなルートをできればたどりたいので、ティーダはそのまま上に行きたいと思います。いやちょっとスフィア版が楽しいですね普通のと違って。海の底に昔の遺跡があるの。今は動いてないけど多分まだエネルギーが残ってる。潜ってってちょいちょいってやれば遺跡が復活して海底に沈んでるあれを引き上げられると思うんだよね。じゃあお仕事頑張ろう。うぇす。さあお仕事だお仕事だ。どこに行けばいいんでしょうか。あ、マップ出てるね、こっちだ。手前だね。いやーリマスターちょこちょこ変わってて面白いですねでもこの鎖状に走っていけばいいのかな。レッツゴー。何か不思議なとこに出ましたけど操作の仕方叩いてるだけ。開くんかーいさあ進んでいきましょう。怪しげなところ、
盗んで手榴弾を盗みまくって。操作の仕方殴ってるだけじゃねえか。動いた、なんか動いた。なんかいるぜ、気をつけて、なんかいるぜ。なんかいる方に戻んなきゃいけないの？いたもんだって。なんかうねうね、痛むうねうねが。ひゃトロス。ナイスクリティカル。さあ、シルエット投げまくっていきましょう。水の中でも爆発。ここらでは攻撃届かない。してます。身構える。身構えることしかできないんだっていうか死ぬな。まあいいや。ほい、もう一ターン、こいつがターンが回ってくる。とりあえず回復。またそっち行くのずるい。あ、挟み撃ちができるじゃん。オッケー。これでどうだ。よいしょ。ひたすらシレーダーを投げ続けます。倒した弱かった。あ、もうそのまま出ていいんだ。さあ出ましょう。もう最初からそこから入ればよかったんじゃない？そういうこと言っちゃダメかな。お、ライトがついた。なんかが動いた。これが何の装置か分かんないけど。任務完了。なんかいるよ。なんかいるぜここに。どうしたお前。どうした。お、どうした。お、どうした。お、どうした、どうした。めっちゃ泳いでるじゃん。何してるお前、何してんのお前。どうしたよ。人めっちゃいる。
なんだこれは。なんとなくあれかなっていうのは頭にあるけど、なんだこれは。ああ、なるほど。こんなシーンあったっけ、普通の FF10。なかったような気がするな。俺が覚えてないだけかな。さあ、戻ってきたよ。デムマテギ様、シノルマ榊アッサ。任務完了。ラーセゴフタセレチワデモフワノヤネマホソガ。ねえ、なんだよ、手伝っただろ。入れてもらえないんだ。腹減った。おお、飯。うん。あなたのお名前は？リュックだよ。おー、本当に通じるよ。おー。もう。でもそれなら最初から普通に話してくれよな。そんな余裕なかったんだよ。みんなチーのこと魔物だと思ってて。チーって？あ、チーは君って意味。あんたたち何者？アルベド族だよ。言葉でわかるでしょ？ねえ、君アルベド嫌いじゃないの？嫌いも何も知らない。どっから来たの？ザナルカンドだよ。俺そこでブリッツの選手やっててさ。ザナルカンドエーブスのエース。もしかして頭を強く打つとかした？あんたたちに殴られた。じゃあその前のこと覚えてる？ザナルカンドのこと、試合や生活のこと、ブリッツボールの試合の時にシンが襲ってきたこと、そしてアーロンのせいで逃げ遅れて光に包まれて、思いつくままに話したけど、そのうち不安になってきたんだ。俺、変なこと言ってんのか？真に近づいたんだ。うん。大丈夫、きっとすぐ治るよ。真に近づきすぎた人間は頭がぐるぐるしちゃうんだって。だから君も変な夢みたいの見ただけじゃないかな。俺病気ってこと？真の毒気にやられたんだと思う。なんで？だってザナルカンドなんて今もうないんだもん。千年前に真が暴れて壊しちゃった。だからブリッツボールなんてできないよ。え？どういうことだよ、千年前って。俺、シンがザナルカンドを襲うの見たんだぞ。あれが千年前だってのか、信じらんないって。そんなの
千年前の人間だそうです私は。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。まだチャンネル登録がお済みでない方はこちらからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画の続きが見たい方はこちらの再生リストから見ることができます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。